まずはじめに、台北中日経済文化代表所副代表陳長和様より、ご挨拶を頂戴いたします。まず受賞された方に、お喜びを申し上げます。本当に、おめでとうございます。毎年、全日本から、たくさんの、作品を、募集されまして、そして厳しい審査をされ、選ばれた、優秀の作品の、学生は、今年は15名か16名、これから、1週間、台湾の、研修旅行を出発することになります。ぜひ皆さん台湾で見たこと、そして、見学した、体験をこれから、将来、いわゆる日本と台湾の、一つの架け橋となっていただきたいと私は思っております。今度台湾に行ける、それから台湾の方が歓迎してくださる、こんなチャンスはございませんから、頑張って行ってきてください。表彰状、大将山口愛希、おめでとうございます。どうも。作文にも書きましたが、私は台湾の周縁以降、ファンレン一頭、一口の米をいただいたら一頭のお米でお返しをするということわざから見える台湾の精神に感動し、興味を持ちました。同等の恩返しではプラマイゼロとなり、そこで歓迎は終わってしまいます。もし恩返しがプラスだったら、またこの人のために何かしてあげようと思え、そこから恩返しの連鎖が始まると思うのです。私たちは本日より6日間台湾に滞在します。台湾と私の母国日本に、先ほど申し上げた恩返しの連鎖が強く深く根付いてくれたらいいなと思います。